皆さんこんにちは、あかりんこと吉田あかりです。さあ今日はですね、久しぶりに爆買い企画なんですけど、新宿のルミネに来ています。で、春のお洋服とか、コスメとかちょっといろいろ買っていきたいなと思うので、今日は気合を入れて爆買いしたいと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。レッツゴー。では伊勢丹ミラーからコスメ買っていきたいと思います。私このハンドクリーム今一番好き、めっちゃ使ってる。何が出てんねやろ、最近プチプラばっかでデパコスあんま変えてないから。ルナソルもまたのアイシャドウ出るって言ってたけど、あ、これこれこれ、かわいい23番、これ買おう。開始1分。アディクションもなんか出てるよ。あー、リップ全部売り切れてる。このマットリップいいですよね。このリップファンの子からいただいてすごく良かったです。なんかこのティントもいいって言ってて買い損なってるので1個買ってみようかな。いつもこういう色買うから違う色買ってみようかな。こう端を取るタイルでいくわ、1と10で。このために買い物をさ控えてたんよ私は。あ、これか、うわ。見て、欲しかったのに全部売り切れ。ローラメルシエ、なんかこのコンシーラーめっちゃいいらしい。なんやん、ショック。岡田さんが昨日さメイクしてくれて、このさリップペンシルが良かったんな。なんか赤リップとかちょっと濃いめに塗ってみたいなとか思うねんけど、この色にしようかな。これでもワンモアペンシルのピンクに似てる。あ、こっちしようかな。ナーズの888番のこのマットのペンシルお願いします。資生堂、この美容液さっき使ったけどよかったぞ。これか、これすごいよかったです。あ、シュー、あ、ない。これも欲しかったのに。シューエムラのね、このコンシーラーもバズってて買おうと今日思ってたんですよ。ない。あとなんか眉毛がいいってさっき、あ、これこれこれ、ここにほんまに来る直前にインスタで見たから買いたいねんけど、すごくないこの形。え、折れないのすごない、これ。千葉限定色、おしゃれ。ちょっとこれは使わへん、浅すぎて声出てる。はい、お願いします。これ昨日岡田さんが使って、岡田さんばっかり、岡田信者だから私。岡田さんが使ってくれたボディクリーム、めっちゃいい匂いやねん。あ、これや、ボディクリームもうないねんな。そういう爽やかな匂い好きなの。そう、あのウッディ系好きなんです私。なんかでも甘い系なのかと思ってました。いや違うんです、意外でしょ。意外でしょ。なんかオイルも欲しいねんな。今まで RMK のオイルばっかり使っててんけど、このやついいって言うよ。ミルキーオイルで、あー、このコアバランスオイルっていうの買ってみようか。ではこれとこのアイルとボディクリーム買ってみます。最近ちょっとハマってるブランド。以上でお願いします。やばい、いきなりここでお金使いすぎ問題。じゃあ後ほどお会計に。贅沢貸し切りですからね今日は。あ、プラザに来ましたよ。このリップどうなんだろう、すごいなんか良さそうやね。1個買ってみようかな。ちょっとまずはリップを1個買います。まあ、一旦チェックしとく。一旦やろう。ちょっといないですね。干される。やめて。あ、一本もない。だって売ってない。え、一本もないんですかこれ。あ、本当ですか、すいません。いやー、これ欲しかったのに。なんか売ってるお店まだ少なくて全然買えないんですよね。すごい可愛い、この色可愛い。これはちょっとあれに似てるな、おねだりピンクに似てるから。いちごやって可愛いね。これ買ってみます。あ、みさとさん、これめっちゃ良かった、もらった。もうよしよし。よちよち。可愛い、よちよち。みさとさん、ありがとうございます。わーいわーい、これ欲しかったんですよね。え、どの色買おう。でも全部欲しいの。あ、これ買う。いや、前職レビューしようかな、これ前職。すいません、ありがとうございます。これもね買おうと思ってたんですよ。これこれ、エテセのねアイシャドウ、線香って書いてるの。最近なんかこういう淡いカラーにちょっとラメのせるみたいなの流行ってる。あ、皆さんこれマジ使って。私ほんま B アイドルのファンであるからあんまり宣伝したくないけど、これはほんまに良かった、マジで。マット派はほんまにこれ良かった。アリーのこれも良かったね、めちゃくちゃ崩れないメイクにぴったり。あ、いましたよ。ありがとうございます。ごまかしシャドウ揃っております、ただいま。珍しい、結構ないとこ多いねんけど。あ、なんか無敵タラコッタが売れてたり、これさせかして塗れてる。ウルミホワイトがさ意外となんか、しかもプラザさんで人気っぽいね。やっぱね面白いくらいに
店舗によって違うような売れてる色が。あ、カジエリさんのこのチークハイライトか。うわ、これ欲しかったな。ちょっとこれ買わせていただきます。カジエリさんのハイライト、ちょっとピンクの方が欲しかったんですけど売り切れてるようなので、そっちの01番買わせていただきます。まあなんか iPhone ケースとか買おうかな。いいです、もういつもコロコロ変わってますから。だって可愛いもん。え、これ何回充電できんのやろ。あ、2、3回分やって。可愛い、これ欲しい。ベージュしよう。モバイルバッテリー買います。家に何個ほどあんねんって話。え、これも可愛い、2台同時充電可能。これすぐなくなんねんな、私持ってますやん。いや、ないねないね、本当に本当に本当に嘘じゃない。え、でもこの方がなんかギャルチクて可愛くない。このギャルカラー買います。え、ファービーなんですか。え、ファービーや。え、ファービーやねんけど。え、懐かしくない、持ってた。え、ファービーや。めっちゃ懐かしくない。え、持ってた。持ってました。私は持ってた。なんか家でさ、こっち見てたら怖くなかった、ちっちゃい時。懐かしい、なんかテンション上がってしまった今。ファービーやみたいな。え、さよねえやん。山本さんいる。私も使ってるよこれ。え、さよねえやん。全然分からへんかった、ね、久しぶり。やった。え、ほら、さよねえいっぱいいる。顎ちょっとつかめないですね。よしよし。なにこれ、良さそうじゃない。プラザ限定、メイク前に使用するセラムやって。気になります。はい、ありがとうございます。ノールクリップ大好き。あ、私最近このグリントっていうね、これ大好きなの。プラザに来たグリントあるから買ってほしい。マジで可愛い。これも、あ、神崎さんの黒みブラウンも売ってる。なんか結構売り切れてるって聞いたんですけど、店舗意外とね売ってます。これいいのよ。知ってる？これ韓国でめっちゃね売れてるお菓子なんですけど、ベーグルやからちょっとカロリー低いんですよ。これのね、蜂蜜のやつがめっちゃ美味しい。これ欲しいらしい。じゃあ買ってあげるよ私が。グミはいらんか。ハリボーの桜パッケージ売ってるで。ポンケのやつ、うん、最高っすね。これがいい。これは、これプレゼントしようか。うん、車に積み。前職レビューしようとのことなので、1と3 2 6。あー、なんか変わってしまったな私も。最初ロレアルパリアンのユイルカレスを震えながら買ってん。こんなに買ったらお母さんに怒られるって思いながら買ったけど、まあ、仕事やからみたいな感じで最近割り切って買っちゃうけど、まあ、載せますね、じゃあショーとかなんかで、はい、ということでプラザ大量です。完了。次行きましょう。じゃあ先にアメリから行きたいと思います。アメリもさ、いつもネットの展示会で注文するから、あんまり店舗見たことないかも。てか今日は結婚式に行くから、今度それのお洋服買おうと思ってて。え、おしゃれ。おしゃれすぎる。おしゃれすぎる。あ、かわいい。これも結婚式って何着たらいいかほんまに難しいよな。え、なんかご本人はマジで好きな格好で着てみたいな、そのなんか硬い感じやめてみたいな、ほんま一番目立ってきていいよみたいな感じやね。あ、かわいい。これ青にしようか。何個ほど持ってんねんってな、トレーダーも。でもなんだかんだ一番着るよな。かわいくないこれ。好きそうですもん。黒のレザー着て。あ、これもかわいい。え、悩む。あのお姉さんがしてるのも可愛いよね。我ら色違いでこんな感じ。あ、三色展開になってます。黒可愛い。黒絶対使えますね。ジョンパースもこんな感じでございます。あ、可愛い。楽そうやし、新幹線でさ着る服選んじゃう。東京行くからそれなりにおしゃれな格好しないとわかんねんけど、まあ、1週間2回乗ってんねんけど、でもこれが好きやな。これにしよう。また戻ってきます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてジョゼムーン。え、嬉しい、初めて店舗来れた。いつもネットで買ってます。ありがとうございます。これのベージュ持ってる。これ買った私ネットで。え、これも可愛い。でも似てるな。ここも可愛い。ちょっと緑とか着てみようかな。あ、でもその緑可愛いです。なあ、この生地も好きや。何が好きって、なんか生地が好きなんですよね、ここおしゃれ。うわ、これも可愛い。まだ着れる？暑いかな。え、これもさ、ネットだと売り切れとったな。そうそう、ダンスのレッスンでこれ着よう。ユニクロで。え、ほら、こんなおしゃれ。ルセラフィム踊るからさ、これ着よう。あ、これも持ってる。あ、これも持ってる。これとこれ合わせても可愛いやん。これと合わせよう。え、これも可愛くない？え、可愛い。後ろ可愛いです。でも何着るんだか、これなんかお姉さん、これは透けてるなんかとか合わせるんですか？そうですね、着ていただくか、もうちょっと短く。あ、なんかそんなやつ持ってるな。これ買いますね。
だってなんか可愛いもん。これ可愛いな。え、それなんで諦めたんですか。いや、着るかなと思って。でも意外と薄手やねんな。休みの日ほぼ引きこもってんのに、何をこんな買い物してんのよ。ちょっとこれは諦めようかな。まあ OK かな、とりあえずここでは。は、私今ここの服着てます。私今ここの服着てます。ちょっと私何よりも優先しなきゃいけないのは結婚式の服よ。お願いします。なんか結婚式に着ていけるお洋服ないですかね。ないですかね。なんかこんなテカテカしててもいいんかな。全然大丈夫。じゃあ大丈夫なんですね。難しい。まだもうちょっと時間あんねんな。4月やろ。わあ、もうちょっと悩む。他の服も見たい。タンク欲しい。わ、ボーダーも可愛いけどな。緑にします。はい、すいません。結婚式の服買います言うて緑のタンク買ってるっていう。だってそんな悩んでたらなあかんよ。パッて見て可愛いものが結局可愛いねんなって思うねんな。私悩んで作ったもんとか売れへんもん。だってわ、可愛いこれ。いちいち決めてくる。ブルーが流行るのかな。ちょっとこういうトーンのブルーが、青みというかラベンダー味もあるブルーが流行ってる気がする。いや、あのブルー買おう。はい、決まりました。はい、トップスばっか買ってない。結局な、 YouTube のこと考えるとトップスがいるねんな。やっぱ毎回服買えなさ、この服見たし、この動画見たなって思われそうやん。同じ服着てた、あれこの赤い服着てる日私見たか、この動画見てるわって思われて嫌やなと思って変えちゃうねん。まあ、一旦そんな感じで行こうか。スナイデルに行きます。こうやってこう上から着んのかな、下か。結婚式こういうのも可愛いな。可愛いこれ。でも黒でもいいよな別に今。うん、黒でもいいけど、あ、まあ、濡れも買うけど、シャサ食うのもね。ピンクちょっと甘すぎかなとか思いつつ、こっちの方がおしゃれかな。いや、でもこっちの方が可愛いか。これにしよう。一旦候補で買っとこう。使うか分からんけど。うわ、もう私こんなん履きたいわ。しばかれるかな。かわいすぎ。27。え、こっちやったらいいんじゃん。こういうのって何と合わせんやろ。こんなんしたら可愛すぎるよね。意外とこういう中に切ったら、あ、可愛い。こういうのってお姉さん、はい、短いのはこういうトレーナーとかに合わせるんですか、大人が着るには。そうですね、やっぱ結構甘めな、うん、ですよね。こういうのに合わせたらちょっともう落としがって感じですもんね。トレーナーとかカジュアルめなアイテムの方がバランス取れるかなと。グレーにしよう。これします。結構あります。使えそう、めっちゃすごいの。多分買っとこう。吉田さんコーナー。貸し切りだから今。可愛い。ビタミンガールって感じじゃない？可愛い、黄色。黄色可愛い。どこ着ていくんかな。海デート。海デート。今年は行けるかな海。ちょっと可愛すぎるかも。どう？28やもんな今年。可愛いなこれ。衣装で着させてもらおう。可愛いこれ。これ顔。あまあまピンク。これセットですか？うわ、でも私この前もこのピンク買ったぞ、スナイデルで。グレー可愛いよな。まあまあまあ、今の年齢とか年齢を気にしている。まあいつもの赤にって感じ。外してきたって感じ。いや、でも結構こっち系の方が見ますけど、ね、確かに。普段はどっちが人気ですか、こっち。ピンク人気なのはピンク。めっちゃ好きなのはピンクけど、なんかおしゃれだなって思うのはブルー。このバッグとも合ってるし、ピンクにしよう。え、悩むな。いや、ピンクにしよう。ピンクの方がこの着回しが効きそう。ピンクにします。すいません。やばい、スナイデルでお金なくなりそう。カード止まりそう。これ可愛いよな。さっきのこのスカートと合わせて可愛かったよな。これも買います。え、もうこんなに言った私。スカート M サイズ押しなぎ。あ、入るかな、 S。 え、入るけ、わかんないじゃん、塗っちゃう。そやんな。一回お金払いに来るときに買って履いてみようか。じゃあこんな感じにしとこ。止まらなくなってきたので。はい、ちょっと後ほど帰ってきます。ジェラートピケ。何かわいいこれ。衣装で使えそう。我が家はジェラートピケお揃いで着てますよ。じゃあジェラピケのさ、子供のやつめっちゃ可愛くない？え、ほらめっちゃ可愛いね。もう超可愛いね、こんなん。ピチピチ。めっちゃ可愛くない？もう絶対友達に子供生まれたら買おうって思うもん。見てこれ。
かわいい。子供服見るとやっぱ子供欲しいなって思うよな。ちょっと一旦部屋着いっぱいあるからいいかな。今履いてるスカートのお店行きます。あ、同じのあるわ。なんかね、結構重みがあってドーンって広がるから好き。これこの iPhone ケースも持ってる。これかわいい。なんかこれ1枚できて上羽織ったらかわいいっぽくない？これにしようかな。そんなあんまゆっくり悩んでる時間ないよな。このピンクだけにしよう。このピンクだけお願いします。後で払いに行きます。ありがとうございます。ヴィランズチュールとピーチジョン行こう。やっぱこのチュール素材流行ってるんだ。可愛いもん、めっちゃ。え、可愛い、びっくりするわ。可愛くてびっくりするわ。あの、同じような服手に取ってまあね、これも可愛い。キラキラのこの、使えそう。こちらは新宿のルミネにしかない商品。あ、そうなんですか。じゃあもうこれ買いますね。カネキンが今、ブルー可愛いな。なんかさっきさ、マイルで買ったピンクのトップスの上に着たら可愛くない？ピンクにしよう。いやー、またピンクか。いやでも顔色に合ってんのピンクやんな。いや、どっちも似合いますけど。ほんま？多分ピンクの方が持ってるものと合わせやすくて着ると思う。ピンクにします。じゃあ小山さん、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 小山さんに会えた。ピーチジョンです。久しぶり。ありがとうございます。私これ買った。めっちゃ漏れるんですけど。うん、これめっちゃ漏れる。これもう一個欲しい。私赤にしようかな。情熱の。わお。だって私赤に合うし。写真集のやつしか出てない。確かに写真集でこんな赤きたな。オレンジとか着てみようかな。黄色、グリーン。え、グリーン持ってんねん。あ、グリーン持ってんねん。グリーン持ってんの。これ可愛い。これ買いに来たんです私。ジル。そう、ジルと。もうすごい人気で。うん、これとパジャマがあって、うん、キャミとか。うわ、可愛い。ブラが。パリンが好き。うわ。可愛い。いっぱい買って帰ろう。まずブラ。これだってなんか着方によっては別に見えても。青も可愛いね、確かに。でもこのピンクも可愛いな。黒可愛い。悩む。まずこれ赤にしよう、やっぱり。赤でティーバッグにしよう。これの赤のティーバッグと、あとこのカバンは絶対欲しいのと、これも欲しいな。これは下はこれか。違うか。あ、出てるだけ。ピンクある？ピンクはある。あ、じゃあピンクにしよう。ピンクはある。うん、ピンクのパンツと、あとあのキャミ欲しいかもしれない。これの黒？あ、そうなんですね、ピエン。あ、私のナイトブラまだ売ってるで。もう私もここよぼよぼよなってきた。履きすぎてマジで毎日着てるもん。毎日、うん、見るたびこれ着てる。現場にも着てて。アイカーちゃんの前で着替えあるからな。もうだって5個 ?6 個あったのに全部こう着回してる。え、マジでほんまにこのこれほんまに買ってほしい。マジで漏れるから。あ、これも買ったし、今日これつけてる。これの黒をつけてる。バレンタインのやつ。黒めっちゃ可愛いね。だってほら。あ、本当だ。そう、私は数ヶ月に1回下着の総入れ替えするから、それで買った。私が NMB 時代につけてたブラ。どれや、これか、これや、これや。 NMB 時代ずっとこれで。何個買ったか。あの、ストラップも取れるし、つけないからね、いいんですよ。よし、こんな感じにしとこうかな。他も見たいしな。ちょっと初めて見るブランド、ヘリンドットサイさん、お邪魔します。やっぱどこもチュールとかこういう生地流行ってるな。うわ、ブルーもやっぱ流行ってるよ。うわ、可愛い。こういうのさ、いっちゃん使えんねんな。何個あっても楽楽。薄手のテラテラの、あのあれだけ気になるかな。でももうちょっとカーディガンとかいっぱい買ったな。可愛いけど。すいません、ありがとうございました。女性ムーン最後に見ようかな。ちょっと戻ってきました。すいません。この緑をさ、着るかなと思って色変えようかな。変更ってことで。なんかキャミとか買っとかないと私着回し無理やねんけど。こういうの買っとかんとさ。白買っとこうか。白のこれ買っとこう。やっぱこれ買っとこっかな。それは一個あったら絶対何でも使える。使えるよな。まあ買っとくか。それ可愛いよな。でも着るかな。可愛いけどな。
これって何、普通に上着みたいな感じでも着ていいのかな。上着にもできますし、うん、ワンピースとして着れますし、うん、スカートとしても着れますし、うん、スカート、ね、あ、こう腰で巻いていただいて、スカートも着れますし、キャミのストラップが内側についてるし、うん、あ、見た、インスタライブで。そうです、そうです、見ました。キャミワンピースにも使えたり、オタクじゃあこれの白も買う白買います。まあいいや、とりあえずいっぱい買いすぎ。え、でもやっぱさやっぱさこれ欲しいな。なんかプチプチやん、二の腕みたいな。腕ほっそいで、これ手首しか入らへんね、こんな。細いから大丈夫です。いや、ちょっとムチムチと筋肉とまあいっか、痩せればいい話。腕細いから。細くないよ、もう上半身でかいんだから私はなんかこっちの色でも可愛い、ね、でもなんかちょっと気分がモード系なっていうのも伝わった。あ、そんなことないな、ピンクいっぱい買ったのてな感じでよろしくお願いしてもいいですか。もちろんです、ありがとうございます。いっぱいいっぱいありがとうございます。やばい、全額いくらになるやろう。なー、買い物が終わりましためっちゃ買った。1時間半ぐらい貸し切りさせていただいて合計36万ちょい買いました新宿の経済回したということでこれはですね、帰ってまた別の動画で購入品紹介ちゃんと来たりとかしてやろうかなと思うので、まあ、とりあえず今日は爆買い企画ということでこのまま帰りたいと思います。ちょっと何を買ったのかまた詳しく見せますので次回の動画お楽しみに。あかりんことでした。あかりでした。またね、バイバーイ。